今回はですね、アメスマ社長の千尋が裏の声ということで参加していきたいなと思ってるんですけれども、逆に皆さんに聞きたいんですけど、そもそもなんでこうアメスマのアンバサダーを受けてみようっていうふうに思ったんですか？皆さんにお聞きしたい。でも千尋さんがいい人だからかな、私は。なるほど、なんかすっごいいい人じゃないですか。うん、いい人って言ってすごいありがたいお言葉を受けているんですけれども、いじられてんのかっていうぐらい他のコメントがなくてちょっと心配になりますね。僕はそれこそ日本にいる時にそれこそ携帯の距離がめちゃくちゃ困ってて、その中でそのアメスマに出会って、でなんかその内容だったりその使ってる人の話を聞いてみて実際試して、僕はなんかもう不自由な国に使えてるんで、携帯に対するなんかネガティブ要素がないので、なんかアメリカって結構その問題点がいっぱい出てくるんですけど、その中でなんか携帯でさやかさんの自由な感じもいいですね。いやけど日本人っていうか日本の人がアメリカに来て、もし一番最初に困るのって絶対携帯のキャリアだと思うんですよ。その中でなんか日本でこれは一旦なんか終えてから来るっていうのはなんかだいぶ全然違うと思うんです。こっちでまた携帯契約してるとか。アメスマの携帯今使ってますか？今めちゃくちゃ使ってます。やっぱり使ってみてどうですか？結構いい感じですか？正直アメスマに対して逆になんか何も思わないっていうか、っていうのはなんか僕的には正直なんですけど、だからなんか日本の携帯とか使ってたんですけど何も思わないじゃないですか。そういう意味でなんか日本の使ってる携帯とアメリカの使ってる携帯でそんなに大差がないから。だから問題ないからなのも。そうそうそう、本当にそういうことで、だからまあめっちゃいいっていうか、携帯っていいのが普通じゃないですか。だからそういう意味でなんか何も思わないというか不自由なく使えてる。まあ電波とかもね問題なく使えてるってことで非常にありがたく思いますね。問題が起きないって結構すごいですよね。アメリカであんまり問題が起きないって。逆に私は他のやつ使ったことないから、確かに問題って起こるの。だから僕は結構そのキャリアが違かったりなんか繋がんないみたいなのがめっちゃ多くて、だからなんか僕も Wi-Fi とか貸してほしいみたいな人がめっちゃ多いんです。アメスマの場合はね、マルチキャリアで提供しているっていうところと、まあ、セザリングとかもまあ使えるので。でも確かにアメスマの電波は全然その繋がんないとかもないし、あとはなんかアメリカで契約したキャリアとかだと通知しないで勝手にプランの内容変更されてたりして、セザリングし放題のプランだったのになんかできなくなって、電話したら先月から10ギガまでに変えたよって言われて、それを言いましたみたいな感じで言ったら、通知とかをしないで変更するって最初から言ってますって言われて、せめてメールくらい送ってよと思ってっていうこととかがあるから、やっぱりそれ日本の人がやってるSIM を多分日本人が使った方が一番安心できるんじゃないかな。なんかトラブルが受けた時とかにやっぱりあっちん度が高いですよね。私の夫はアンバサダーじゃないですけど、普通に契約します、アメスマ。ありがとうございます。すごい使ってます。であとなんか来たばっかりの時って住所を証明する時に使えない？使えます。使えるよね。使えます、使えます。すごいすぐ対応してくれてめちゃめちゃ助かった、本当に。アメリカトランプなんですけど、その何かを契約するとき電話番号がいります。何かを契約するとき住所いります。でその一つでもないと契約できないから、どこから手つけたらいいかわかんないんですよ。例えば家を借りたい、電話番号持ってないで電話番号借りようとしたら、そのソーシャルセキュリティがないみたいな、みたいなどうダメになるんですよ。そこのライフラインのその立て方が、そう電話番号も絶対なんですね。そう絶対必要。でも電話番号を作るにはこれが必要、これ持ってないんだけどでも電話番号必要みたいな。そうなんですね。逆に1個聞きたいんですけど、私もアメスマに最近協力し始めたんですけど、有原さんってどういう経歴でアメスマのアンバサダーになったんですか？僕はこっちでプレーすることが決まってからそのお話をいただいて、本当ダメ元で連絡をさせてもらったらね、有原さんもいい人だし、マネージャーの方もねすぐにまあレスポンスしてくれて、非常にいい関係でお話しさせていただいているのでとても助かってます。ぜひお願いしますっていうことなので、でもアメリカの携帯はそこまで使ってなかったので、その時使ってなかったんですか？一応持ってたんですけど、もうほとんど日本の携帯で Wi-Fi のあるところで使ってたのが、そのアメスマさんに努力させてもらって、もうすごい快適になりました。どこでも使えるってすごい楽ですよね。ありがとうございます。逆に瑛太さんはどういうつながりで始めたんですか？つながりでいうとコーディと千尋さんと、あと今日いない朝田大志くんとかの食事会に誘ってもらって、うん、で千尋さんとで会ってどちらかというと僕の方からちょっと営業してそう瑛太君はね営業されたでそのお話を伺った中でやっぱ留学生とかメインのターゲットって話を聞いて僕が TikTok とかで僕のターゲットもそういう近いところがあったんで。そういったところにリーチできますよってもうまんまとね営業に乗せられましたねこれやらせてもらえることになってでそれでなんか他にもLA で活躍してていいインフルエンサーの人とかもしいたら紹介してって言われて紹介したのがゆなゆなちゃんはね最初僕の個人チャンネルの方でねインタビューお声掛けさせていただいてでその後食事会あるからどうっていう感じでお声掛けしましたね。Eメールすごい手に来て、でもその時はそういう仕事の話にはならなかったんですけど、その後瑛太君から紹介してもらってっていう感じです私は。そういう感じなんですね。逆にね、さやかさんはなんか会ったことない先をおっしゃってましたけど、実はどういうふうな感じで声をかってきたんですか。メールが来ました私。おお、すごい。メールが来て、本当に私のホームページの問い合わせから連絡してくださったのかな。なんかいいなって思ったんですか。だっていいなって思った理由とかってあるんですか。なんかズームで私も同じ感じで、ズームでお話をして、でちょっと初めて聞く会社名だったので、アメスナっていう。だから私も調べて、でこうお話ししてから決めようと思ってたんで、ズームの話して、で後ろで聞いてた夫が。確かにいやなんかむしろ旦那さんの方がしっかりお話聞いていただける方だとありがたかったな。あとは私も結構この年で初めて留学をしているんですけど、年齢関係なく日本人にもっと外出てほしいなと思っていて、その同じ感じの思いを持ってらっしゃったので千尋さんが。その話ですごい盛り上がって、多分1時間のはずが2時間ぐらい喋って、結局2時間ぐらい喋っちゃったっていう。そうなんですね。結構皆さん千尋さんが決めてっていう感じだと思うんですけど、千尋さんの人柄は本当に素晴らしいですよ。ゆなちゃんこれ絶対ちょっといじってきてるよね。なんかちなみに最後に千尋さんのイメージ見たら皆さんが思う千尋さんのイメージを聞いて終わりにしたいと思います。ボケていいんですか？この発言によってこれからのアンバサダー契約。千尋さんの細い目の裏に何が隠れてるのかすごい気になってます私は。今度何が隠れてるのかお話ししたいと思います。どっちかっていうとなんかビジネスファーストっていうよりかはなんか本当に多分人のことを思ってなんか言ってくれる。僕も結構なんかいろんな面でそうなんとか助けてもらってるところ。いやなんかそのアンバサダーだからなんかやってるみたいな感覚が全くなくて、今そういうので心理とかやったりしてるので、なんか僕はもう感謝したいですね。いい話だから千尋さん消えたらこれ泣きそう。僕はもう本当に助かってます。ありがとうございます。本当にすごくいい方で。本当に僕はやっぱりダラスに住んでるので、ダラスのこともすごい聞きますし、めちゃめちゃ頼ってるというか、頼らせてもらってるなって思ってますね。そうなんですね。あそこ同じ場所で住んでいるから結構いろんな情報があるとありがたいですね。食事も連れてもらいますし、ゴルフも行ったことありますし。みんなそんなに会ったことあるんですか？確かに確かに会ったことないんだよ。僕もそうですね。本当にいいすごいいい人っていう印象なんですけど、それこそ僕も最近自分で会社を立ち上げたところなんですけど、その時もアメリカで会社をやってる人の話ってで日本人でっていうところであんまり身近にいなかったんで、千尋さんとも本当何回もミーティングさせてもらって、どうやってこっちで会社やってる人からしたらすごい基本的なことでも分かんないことが多かったんで、しょっちゅうミーティングさせてもらってすごい助けてもらったんでありがとうございます。会社作ったんですね。会社作ったんで、アメリカに留学したい方はぜひ連絡してください。概要欄にちゃんと宣伝して。大鳥ですけど、私は早く会いたいです。そうですよね。私も早く会いたいので、ニューヨーク遊びに行きます。やっと会えると思ったんだけど、ぜひリベンジをしたいと思います。そんな感じで終わりにしたいと思います。バイバイ。急にサクッと終わるな。